を節約しろということはもう食べるなということでしょうか。パンデミックが経済的弱者を追い詰めるという構図は先進国でも顕著になっています。フランスで行われた調査、感染が拡大していた北東部などで低所得者が多く住む地区ほど死亡率が高いことが分かりました。低所得者層が暮らす地区の死亡率は感染拡大前と比べ2倍近くに上昇、富裕層が集まる地区の死亡率を大きく上回っていたのです。低所得者の多くが劣悪な環境で暮らし条件の厳しい労働を強いられています。長い間良い医療を受けにくい状況にも置かれてきたのです。パンデミックによって私たちが世界の国々で目にした